これ今日ラストだからな、これこけたらちょっと眠れないぜ。うわー、セドバンされたー、やりたかったよー。何しよう、どっちしよう、カスタム待ってます。ゼドはヤスオ、リスナーカスタム来たね。ヤスオ、オリアナ行きます。はい、ザックはまずい。はい、ザックまずいです、やめてください。なにこれ、なんじゃこりゃ。サポートかな、君サポートかい。うん、俺ミッドエコーだなこれ。ああ、ヤスオと行くのか、ボットに。うん、ヤスオボットだな。うわー、これはちょっと構成的めっちゃ強いやん。これ大丈夫、俺ジュって死なん、消失する気がする。マジでジャンナピックナイスすぎる。シビアピックもナイスすぎる。オリアナピックがゴミすぎ、オリアナピックんだよ、オリアナピック。やめよ、一生ザックにキャンプされそう。テレポートの方が良かったか。オリアナハマー、どんなチームでも活躍できるキャラでしょう。すごい、ザックとシェンが飛んできそうで前に出れね。ビビんな、ビビんな、スタンミエ。ラスト1試合生きって終わろうぜ。こういう時にミニオン越しに Q を投げる。ミニオンの近くに Q を置いて圧を出す。殴りに来たら Q 通常。あ、強い強い、ミニオンへ、ミニオンへの通常攻撃をやめない。トラップ1個使った。あー、見捨てる。いいよいいよいいよ。ビビんなビビんな、大丈夫、これ大丈夫。敵コラフトないから。うわ、リコールだ、来てない。6になった、だって経験値やばいな。うわー、今の届かないんだ。待ってくれ待ってくれ待ってくれ、それはそれは待って待ってくれ。倒されました。くっ、 TF したい、 TF。 敵を倒しました。敵を倒しました。マジか。これブリッツのブックの巨人のスライム。
味方がタワーを破壊しました。ヒルチャンス何個かあったよな。ウルトが浅くなければいけてそう。なんか線ついてねえかこれ。味方のタワーが破壊されました。ダブルキル。ナイス、いい逃げ。味方がタワーを破壊しました。イコールしてないよね。味方が倒されました。敵のダブルキル。うわっ、味方が倒されます。やめてください、敵を倒しました。やめてください。解除できる、解除できる、解除できる、解除できる。W 使って Q 解除できる。はぁ、レンナゲートって怒られそう。あー、オリアナってスペルバインダー行くよね。スペルバインダーやってみたいな。シャットダウン。なんだいつ。これ敵やん。あぶね。逃げさせてください。逃げさせてください。味方がタワーを破壊しました。逃げさせてください。逃げさせてください。ナイスリシ。もう一度タイミングミスるとダメやな。ガレン、ちょっとさすがにそれは5人にタコられちゃうかもな。ここカットしたい、ここカットしたい。うわっ、うわっ、そんなことある。待ってくれ。チャンピオン倒されました。なにそれ、なかなかないやろ。しかもガレン逃げれんのかい。シビアが捕まってるか、これ。お前を逃がすための、お前を逃がすプライベートライアンだったんだが。火力出るんだよな俺。いい勝負です。入っても良さそうな感じはするけど、いやー、エコーに逃げられて。敵を倒しました。入れなかったか。敵を倒しました。いけいけ、ルルじゃない、ルルみたい。なんかルルみたい。ねえだよ。ねえ、最後にこんな試合なの。
なんで俺のゼロだってムンドみたいになって、オリアナルルみたいになるの、なんで。味方がタワーを破壊しました。味方がタワーを破壊しました。ドメイティング。なんか火力出てる感じはする。敵を倒しました。味方が倒されました。ナイス、ナイスキック。うわ、終わらせよ、終わらん、終わらんな。パパパパパパ、まだもらいます。触ってもいいけど、ザックのレベルと同じなんだよな。これ当たってる場所すげえいいけど、うわー微妙だな。シャットダウン。敵のダブルキル。これついてけねえよそれ。いてててててよ、ガレンついていけねえって無理で。うわマジか。敵を倒しました。本当にうまくいかねえな。敵のランページ、シャットダウン。オッケー、ナイス。待て、おろ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 、なんでよ、なんでそれで、なんでさっきから君でそれで死んでいくの。味方がインヒビターを破壊しました。バロンでもいいんじゃない、どっちでもいいと思うよ。エコー返ってる、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 エコー返ってる。やっぱ俺ちょっと待って、マナが勝ついな。おっと待ってくれ、マナが勝つい。え、もう入ってる、視界がねえんだこれ。なんか何が起きたか。敵を倒しました。もうでも仕事はしてるよね。なんかスタミジャパンってだけで全部ダサく見えんだけど、別に決まってるよね、いいんだよね、全部決まったよね、マジで悪くないと思うよな、やってることは。ウルヤンってだから、もう仕事したかは絶対あったよ。ビクトリー。ちょ、一回見てみよう、グラフを。
気になる、マジで気になるんだこの試合、俺のダメージ。アシストの数を誇ってゆけ、ルルの仕事したな。ゼドより派雑用できる、スタンミハゲ、スタンミ50。グラフ見てみましょう。折り合いなかったら負けてた。ルルミッドの出てるやねー、出てるやねーけダブル、もっとでかいことできそう。ちゃんとカイトできてたな。イカ役分断したしワース、イケイケほら出てねえかと思った。ドキドキしたぜ。ブーネルルじゃなかった、そう見えただけだった。スタンミジャパン補正が入っただけだった。めっちゃ出てるやん。いいね、出てますね。